今回の動画は限定文字盤、Apple Watch のナイキモデル、エルメスモデルにそれぞれ搭載されている限定の文字盤、通常の Apple Watch では使えない限定の文字盤を全種紹介したいと思います。ナイキモデル、エルメスモデルの Apple Watch は通常の Apple Watch で使える全ての文字盤が使える上で、さらにおまけの文字盤を使うことができます。それぞれのモデルを購入するにあたっては、この限定文字盤の存在に魅力を感じて限定モデルを選ぶという人も多いと思います。ただ標準の文字盤はこんな感じで Apple の公式サイトで詳しく解説されているんですが、限定の文字盤にはこういうページがありません。というわけで、ナイキモデル、エルメスモデルの文字盤全種紹介しようと思います。今まさにナイキモデル、エルメスモデルを買おうと思っている人はもちろん、今は通常版のアプローチを使ってるけど、将来は限定モデルを買おうかなと思ってる方もぜひご参考に。というわけで早速チェックしていきましょう。限定文字盤、まずはナイキモデルから。ナイキモデルの限定文字盤は全部で5種、ナイキデジタル、ナイキアナログ、ナイキハイブリッド、ナイキコンパクト、そしてナイキバウンス。シリーズ3の頃からあるナイキモデルの限定文字盤ですが、最初はデジタル、アナログの2種類でしたが、シリーズ7の今では5種にまで増えています。一番シンプルなナイキデジタル、大きな数字がドンと表示されるのは純正の数字デュオにも似ていますが、4つのコンプリケーションといっても、1つはナイキランクラブ固定なんですが、ナイキランクラブとあと3つのコンプリケーションが置けるので、実用面でも優れた文字盤です。フーツラというデザイナーからも人気の高いフォントが使われているのも好きな人にはたまらないポイント。ちなみにアップルウォッチジャーナルのロゴや YouTube のサムネで、僕もこのフーツラというフォントをよく使っているので、この文字盤はかなりツボです。選べるカラーは標準文字盤のカラーとはかなり異なっていて、ナイキバンドのカラーに合わせた特別なカラーが採用されています。ロイヤルパルス、ピンクブラスト、スプルースオーラといった独特なカラーが並びます。2017年モデルから毎年複数のカラーが追加されているので、結構選択肢は多めです。またホワイト、レッド、ホワイト、ボルトというツートンカラーのパターンも用意されています。ホワイトレッドはお正月などおめでたいタイミングで使いたい配色で、なかなか魅力があります。その他スタイルという項目で、文字に対しての色の入り方、ソリッド、ツートン、アウトラインというデザインの選択ができます。コンプリケーションは3箇所をカスタマイズ可能。時計の横に縦に3つ並んだ丸いコンプリケーション、この一番上のナイキロゴがナイキランクラブで固定なんですが、真ん中と下の丸型のコンプリケーション、そして画面下部のテキストのコンプリケーション、この3箇所がカスタムできます。シンプルですが視認性も高く、使い勝手もいいので、スポーツ用はもちろん日常使いでもかなり重宝する文字盤です。続いてはナイキアナログ、先ほどのナイキデジタルの兄弟にあたるような文字盤です。やはりフーツラのフォントが大胆に配置されたデザインで、アナログ時計ではありますが、クラシックな印象というよりはだいぶポップな印象で、カジュアルに使えると思います。ナイキアナログの文字盤はスタイルによる変化が面白いのも特徴。1から4まで4種のスタイルがあるんですが、シンプルなアナログ時計として使える1から3、6、9、12の4箇所に数字があるスタイル2、そして2、4、5、8、10、12の6箇所に数字があるスタイル3、そして3、6、9、12がでっかくなっちゃったスタイル4という感じで、同じ文字盤ではありますが、スタイルによってかなり印象が変わるのが面白いです。カラーの選択肢は基本的にナイキデジタルと同じなんですが、プライドエディションとも言うべきレインボーカラーが選べるのが特徴。他の文字盤のレインボーカラーはグラデーションで表現されているものが多いですが、ナイキアナログの場合は数字がそれぞれの色単色で塗られていて、クレイジーパターン的なデザインになるのが面白いんです。先ほど紹介したスタイルと組み合わせると、こんな感じでかなり印象が変わります。スタイル1のさりげないレインボーカラーもおしゃれですし、スタイル4のポップさもいい。この12の1と2の色が違うっていうのもいいんですよね。さらにカラーとして面白いのがこのナイキロゴ。これはナイキランクラブを起動するコンプリケーションにもなっているんですが、このナイキロゴが例えばカラーをミッドナイトターコイズに設定すると朱色っぽい色になったり、スプルースオーラを選ぶとライトグリーンになったりと、メインカラーに合わせてアクセントカラーになるのも面白いです。この仕様のせいでどうしてもポップにはなりがちですが、ナイキらしい配色が楽しめるのでいいんですよね。コンプリケーションは左右上部の2箇所に小さいアイコンのものが設置できて、さらに画面下部にはテキストのコンプリケーションが1つ設置できるという仕様です。ナイキアナログは個人的にはレインボーカラーを楽しむ文字盤という感じで使っています。通常のプライド文字盤や
各文字盤のレインボーカラーよりも好みの配色で気に入ってます。続いてがナイキハイブリッド。この文字盤がナイキ文字盤では一番カスタムのやりがいがある文字盤です。その名の通りアナログとデジタルのハイブリッドな文字盤で、まずは画面中央の丸い部分をアナログとデジタルに切り替えることができます。アナログはナイキアナログに似た数字を配置したアナログ1と、長針と短針の動きに合わせて色がつくアナログ2の2種類があって、さらにそれぞれのデザインに対してダイヤルの形を四角形と円形から選ぶことができます。四角形の方はフルスクリーンになって、シリーズ7ならベゼルレスの大画面を堪能できるスタイルに、一方円形にするとコンプリケーションを4隅と、さらにこのダイヤルの円周部分に1つ設置することができます。カラーは他のナイキ文字盤と同様のナイキカラーですが、単色のパターンとツートンカラーの2パターン、まあ、同じカラーに対して3パターンが選べるようになっています。カラーによってちょっと差はあるんですが、大体は3パターンが選べるんですね。この時刻、ダイヤル、カラーの組み合わせによって、同じナイキハイブリッドでも全然別の文字盤なんじゃないかってくらいにかなり印象が変わります。この文字盤だけで相当遊べますね。どのスタイルを選んでも文字盤にはナイキロゴがあって、これはやはりナイキランクラブを起動するコンプリケーションになっています。という感じで、ナイキモデルを買ったらまずはこの文字盤をいろいろカスタムしまくってみたい、まあ、そういう文字盤になりますね。実際ナイキモデルを買う人が一番使ってる文字盤はこのナイキハイブリッドの印象があります。実用性ベースで言うと、ナイキランクラブまで入れると6つのコンプリケーションが置ける円形、フルスクリーンを堪能したいなら四角、まあ、その場合はアナログ2を選ぶと、他の文字盤と全然被らないデザインで、ナイキモデルだからこそのデザインを味わえるのでおすすめですね。シンプルに眺めていて楽しい文字盤にもなりますしね。続いてはナイキコンパクト。こちらは標準の文字盤モジュラーコンパクトにかなり似ているデザインですが、ダイヤル部分、ここがナイキハイブリッドと同じようにアナログ2種、デジタル1種の3種類から選ぶことができます。カラーの配色もナイキカラーをベースにしたツートンカラーで、それぞれのカラーに陰と陽の2パターンが用意されている形。モジュラーコンパクトと同じようにフルカラーのコンプリケーションが利用できるマルチカラーの色も選ぶことができます。コンプリケーションを3つ置くことができて、モジュラー系の文字盤の醍醐味でもある大きなコンプリケーションが選べる唯一のナイキ文字盤になります。ダイヤル上のナイキロゴはやはりナイキランクラブアプリの起動ができるコンプリケーションにもなっています。この文字盤は本当にモジュラーコンパクトの特別バージョンという感じ。このレイアウトは結構特殊で、好き嫌い分かれるところだと思いますが、文字通りコンパクトに時計としての見た目と機能性がギュッと詰まっているので、使い勝手はいい文字盤ですね。そのモジュラーコンパクトにナイキのダイヤルが選べるということで、これは機能性重視の人にはおすすめの文字盤です。最後がナイキバウンスという文字盤。これは2021年の秋に登場した WatchOS8 で追加された文字盤です。その後発表された Apple Watch シリーズ7で入るフルスクリーンの文字盤で、コンプリケーションはありません。他のナイキ文字盤と同じようにナイキのロゴからナイキランクラブが起動できますが、機能性としてはかなり少なめですね。特徴としてはバウンスの名前の通り文字が動くところ、手首を上げて画面が点灯した際や画面タップ、デジタルクラウンの回転に合わせて文字がぐにゃぐにゃと動きます。結構ダイナミックに文字が動くのが眺めていて楽しい文字盤ですね。運動中なども腕の動きに合わせて結構激しく文字盤が揺らめくんです。設定項目としてはカラーとバックグラウンド。カラーは他のナイキ文字盤と同様、ナイキモデルの限定カラーですね。でさらにバックグラウンドでは文字盤全体をカラーで埋めるか黒背景かの2パターンを選択することができます。これはシリーズ7をお使いならやっぱりバックグラウンドオンで大画面化したフルスクリーンを楽しむことをお勧めします。この文字盤もカラーにレインボーがあって、こちらはグラデーション、ややサイケデリックな特徴的な文字盤になっています。その他にもこの文字盤だけで使えるグラデーション系のカラーがいくつか用意されていて、フルスクリーンが映えるような華やかなカラーラインナップが多いのもすごく魅力。このあたりのカラーもぜひ使いたくなるような色だと思います。という感じでナイキ文字盤5種詳しく紹介してみました。続いてはエルメス文字盤の方を紹介していきます。エルメスの文字盤はモデルによって違って、基本的には3種類、エルメス、エルメスサーキュラー、エルメスサーキットエッジ、この3つなんですが、ブラックステンレスチールのモデルはさらにもう1種エルメス黒という文字盤を使うことができます。限定文字盤を全て使いたいならスペースブラックステンレスのエルメスを買わないといけないってわけです。シルバーなら3種類ってことですね。
まず一番基本のエルメス、クラシックなアナログ時計という感じでスマートウォッチとしての機能性はあんまりないんですが、中央上部のエルメスロゴがやっぱり輝きますね。設定できる項目としては、まずはタイプフェイス、ダイヤル部分の数字のフォントですね。設定できる種類としてはキャリック、クリッパー、ケープコッド、エスケープの4種類、それぞれ特徴的なフォントですが、これはエルメスの腕時計のキャリック、クリッパー、ケープコッド、エスパス、これらのエルメスの腕時計がモチーフになっているという感じです。ダイヤル部分のデザインはさらに3種類、数字の数が12だけ、3、6、9、12の4つのパターン、そして1から12全てが表示されるパターン、これが選べます。そしてカラーも選択できます。カラーもアルジャン、ジョーナアンブル、ルージュピマンなどエルメスモデル独特のカラーが用意されていて、通常の文字盤とはかなり趣が異なりますね。カラーを変えても基本的には変わるのはこの秒針の色だけなんですが、カラーによっては思いっきりデザインが変わるものもあります。白だと文字盤の背景が白になったり、他にも2019年秋の色としてセットされているアンクル、エタン、ブリックなども背景がフルスクリーンで色が変わります。またこの時ケープコッドのタイプフェイスにしておくと数字がアウトライン表示になって、これがなかなかおしゃれです。2019年春のカラーとして用意されているクレバラ、クレブルーはさらに背景がグラデーションになっていて、これも独特な繊細さのあるグラデーションがとても綺麗で映えますね。さらに2020年春のカラー、2018年秋のカラーはこういうツートンカラーのタイプ、分身の位置に合わせて文字盤がツートンカラーで表現されています。見るたびにダイナミックに文字盤が変化するのがスマートウォッチならではのギミックですが、どこかアナログ感のあるデザインでエルメスモデルならではのシックさも残っています。選ぶカラーによって分身やダイヤルの色も変化していますね。他にもオレンジダイヤルのカラーだとダイヤルの数字の部分までオレンジになります。これは結構使う人が多いカラーですね。またルージュハンズというカラーだと今度は地震と分身だけが赤になるというデザインに。こういう感じでカラーを選ぶとそもそもの文字盤のデザインとしてガラッと変わっていくのがエルメスという文字盤の特徴です。その他のカスタム項目として一応コンプリケーションがあります。文字盤中央下部に一つだけ用意されていて、しかも選べるのが日付、ストップウォッチ、世界時計のみ。日付であればタイプフェイスに合わせてフォントが変わっていくので、ここは素直に日付を指定するのがいいかなと思います。コンプリケーションの四隅にこうカッコみたいな装飾があるんですが、これもちゃんとタイプフェイスに合わせてデザインが変わるのも面白いです。続いてはエルメスサーキュラー。これはエルメス文字盤らしいシックさを残しながらもアップルウォッチの利便性でもある文字盤のコンプリケーション、このコンプリケーションもしっかり活用できるようにしたもの。先ほど紹介したエルメスの方の文字盤はデザインに全振りした感じですが、こちらはアップルウォッチらしさでもある機能を取り込んだ文字盤というわけです。タイプフェイスなどのカスタマイズはできなくて、デザインは基本的には固定、クリッパーのデザインを踏襲したものになっています。カスタマイズはできませんが、中央のダイヤル部分にはエルメスのロゴがあり、同心円状にトーンが変わったデザインで、機能性に振ったとはいえデザインにもかなりこだわりが感じられて美しいです。カラーのカスタムとしては、選べるカラーはやっぱり独特な名前、基本的には秒針の色が変わりますが、白やインディゴを選ぶとダイヤル部分のカラーも変わります。エルメスの文字盤のようなダイナミックに色が変わるようなカラーはこちらの文字盤には用意されてはいないですね。コンプリケーションは文字盤の四隅に置くことができます。これは特別な仕様はなく、通常のアプローチの文字盤と同じようにこういろいろと選んで置くことができるやつですね。中央下部の文字盤はこちらは日付、ストップウォッチ、世界時計だけが置ける特別なコンプリケーション、やはりフォントが特別仕様になる日付にしておくのが良さそうなところだと思います。それからエルメスサーキット H、 こちらは WatchOS8 で追加された文字盤ですね。こちらもナイキの新作ナイキバウンスと同様、シリーズ7のベゼルレスフルスクリーンを堪能するための文字盤というところでしょうか。エルメスのスカーフなどでもおなじみのサーキットデザインで、エルメスのバンドでも採用されているので、バンドと文字盤でトータルコーディネートも可能です。文字盤としての特徴は画面に大胆に配置された数字、これが今の時間を表していて、時間の経過に合わせて変化していきます。通常の文字盤でいう数字ものに近いデザインですが、スカーフを思わせる独特のフォントが採用されています。
カスタム項目としてはカラーとスタイル。カラーはやっぱり他とは違う独特の名前で、それぞれのベースの色に合わせて数字の部分の色も変わっていきます。個人的にはこのアルジャンの色が好きでよく使っていますね。スタイルは数字の収まり方といったところで、1を選ぶと数字がまっすぐ全て表示される形、2だと数字が斜めに画面から見切れるように配置されるので、よりダイナミックにスカーフモチーフのデザインの文字盤になるように思います。という感じで3つの文字盤が使えるんですが、これに加えてスペースブラックステンレススチールのエルメスモデルにはエルメス黒という文字盤が追加されます。これは僕はブラックは持ってないので詳細は説明できませんが、エルメスの文字盤をベースにグラデーション文字盤のデザインが踏襲されている感じですね。通常のグラデーション文字盤同様に地震、分身、秒針との連携があり、スタイルも3種類から選ぶことができます。黒ベースのグラデーションでシックな印象ながらも、スマートウォッチならではのダイナミックな文字盤の変化が楽しめるデザイン、そういうところでしょうか。シルバーではなくスペースブラックのエルメスモデルを選ぶと、この文字盤も使えるようになるのでおすすめです。という感じでナイキモデル、エルメスモデルの限定文字盤を紹介しましたが、実は文字盤のおまけはこれだけじゃありません。ナイキ文字盤、エルメス文字盤以外の通常の文字盤でもそれぞれ使えるカラーが1色増えるおまけもあります。例えばシリーズ7の特徴的な文字盤である輪郭やグラデーションなどカラーを設定できる文字盤であれば、基本的にナイキモデルの方にはボルトという色が、そしてエルメスモデルの方にはエルメスという色が追加されています。それぞれ通常モデルの方に似たような色がないこともないんですが、ちょっと嬉しいおまけです。限定文字盤に比べるとプチおまけという感じですが、この特典もあるってことは覚えておきましょう。という感じで今日の動画はナイキモデル、エルメスモデルの限定文字盤の紹介でした。今まさにアップルウォッチを買おうと悩んでらっしゃる方、すでにアップルウォッチをお使いですが将来的には買い替え時に限定モデルにしようかと思われている方、そういう方の参考になれば幸いです。ナイキモデルの方はこちらの動画でも僕は一押しに挙げていて、通常版と同じ価格で買えて、かつ限定文字盤がいろいろ使えるナイキモデル、アップルウォッチデビューにも超おすすめです。エルメスの方はどちらかというとバンドの方が本体と言えるような価格帯で、文字盤目当てで買う人はあまりいないかもしれませんが、エルメスのバンドに入る凝った文字盤たちはおまけの域はしっかりと超えています。アップルウォッチを購入の際、限定モデルを検討するならぜひ文字盤についてもチェックしておきましょう。またすでに限定モデル使っている人であまり限定文字盤使いこなせなかったという人の参考にもなれば幸いです。という感じでこのチャンネルではアップローチに関する様々な情報を分かりやすく説明しています。今回の動画が役に立った方はぜひ高評価とチャンネル登録をお願いします。というわけで以上アップローチチャンネルでした。バイバイ。